川原誠彦さん。川原誠彦でございます。通告に基づきまして、今市役所の外壁に銘板がかかっています。非核平和都市宣言、この趣旨の実現に向けてどういった活動がされていたのかについて、一問一答方式で質問いたしたいと思います。リーシャ宮さんのご答弁をよろしくお願いいたします。宮津市が非核平和都市を宣言したのは1987年昭和62年ですが、3月27日の議会であります。京都府内の自治体では確か5番目に宣言した先進的な取り組みだったと言えるというふうに思っております。ここで非常に立派な宣言ですので、ちょっと朗読をしていきたいと思います。真の恒久平和は人類共通の念願である。しかるに核軍備の拡張は依然として強まり、世界平和、人類の生存に深刻な脅威をもたらしている。我々は世界最初の核被爆国民として、核の恐ろしさと被爆者の今なお続く苦しみをかみしめ、この地球上に再び広島、長崎の惨禍を繰り返してはならないと、あらゆる国の核兵器の廃絶と軍縮を全世界の人々に訴えるものであると。また非核を作らず、持たず、持ち込ませずの完全な遵守を求め、戦争の悲惨さを伝え、日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念を日常の市民生活に生かし、子々孫々継承するため、ここに非核平和としてあることを宣言すると、昭和62年3月27日、この宣言からですね、34年が経ちますが、この宣言の趣旨の実現に向けて、これまで市の行政として取り組みがどう行われ、評価をどのようにして今後にこう取り組みに生かしていくのかについてご答弁をお願いいたします。宮崎総務部長。はい。この宣言の下で、恒久平和への思いを市民の皆さんと共有し、戦争を知らない世代にも継承していくため、戦争や宮津空襲をテーマとした広報誌への特集掲示の掲載、それから戦没者追悼式を執り行ってまいりました。また市民ホールやら浜松ギャラリーにおきまして平和展示会を開催をしてきたところでございます。また平和首長会議への加盟、平和首長会議への加盟や、核実験を行った米国や核弾道ミサイルを発射しました北朝鮮に対しまして議長と連名で抗議声明を行うなど、市として非核平和都市宣言に謳われる恒久平和の理念を内外に示してまいりました。今後とも引き続き宣言の趣旨を踏まえ、恒久平和の理念を内外に示せるように適切に取り組んでまいりたいと、このように考えております。以上でございます。川原誠彦さん。ちょっと聞き取りにくかったんですが、今までやられてきたこととして、毎年私感じるのにですね、常にこの非核平和都市宣言の宮津市は町であるという、そういうことをですね、市民に知らせるというのか、知っていただくというのか、またその知らせるにあたってですね、事業もやっぱりいろんな平和事業なんかについてもですね、この事業を行う中で非核平和都市宣言を行っているということ、両方向 PR には必要なんだと思うんですけれども、実際この毎年この恒例事業としてそれをやっているのは何か、
今言われた中で、例えば、まあ、5年前にやったとか、あると思うんですけれども、神がですね、毎年やっていること、そして、ある期間ごとにですね、やっていること、そういったことについてはどう思いますか。特に、まあ、その四角平和都市宣言であるということの認識そのものを宣言しているという、そういう町なんだというところの訴えをですね、どうやられているのかということについてちょっとお伺いしておきたいと思います。宮崎総務部長。例年やっているものとしましては、戦没者追悼式、でございます。それから、これ平和展示というのは、過去にはずっと毎年やっていたということでありますが、しばらく休んでおりました。今年復活をいたしたということでございます。抗議声明などはその時に応じてということであります。で、合わせましてですね、その比較平和都市であるということを取り出してこう市民にお伝えをしてきたかということでございますが、その辺は、そんなにやられてないんじゃないかなというふうに思ってございます。以上でございます。川原聖子さん。まあ、少しまあ、その辺がちょっとまあ弱いかなと。せっかくまあいい朗読させてもらいましたように、いい宣言だというふうに思いますので、ぜひまあこれからどう伝えていくかということについてちょっと力を注いでほしいなというふうに思います。全国的なですね、まあ、ちょっと調べてみますとですね、まあ、どういう活動をしているのか、まあ、まずはやっぱり戦争のこの悲惨さを伝えるというのが、まずこれがまあ第一ではないかなと。で、戦争の悲惨さ、戦争のむごさといいますか、それを知っているそういう世代は、まあ、まずそういう世代が、まあ、為政者というかリーダーだったら、まず戦争は自らしていこうなんてことは思わないだろうというふうに思う。要は戦争を知らない世代たちが今リーダーということにもなっています。その戦争を知らないリーダーの中で非常にまあ怖さもあるわけですけれども、やはり戦争の悲惨さを知ってもらうと、そのために何をするかということをやっぱり力に注いでほしいなと。今、まあ、それにはまあいろんなビデオの上映だとか、あるいは戦時中のこの生活用品の展示であるとか、またこの戦争と平和を考える映画を上映してみたり、そして、まあ、平和記念式典に職員を派遣したり、そういった行動が、まあ、全国の自治体の中では、まあ、行われているわけでありますけれども、まあ、ぜひ私が思うのに、訴え方としてですね、まあ、毎年毎年やるのも、まあ、あまりこのまあ、できない理由、できないとしてもですね、こういう節目節目、例えば、ね、今年今日新聞で出ましたけれども、12月8日は開戦の80周年という節目、今年は節目であります。で、まあ、来年はあたりはこの比較平和都市宣言を宮崎市がやってから多分35周年になるんじゃないかと思います。でまたするとですね、終戦、今度は終戦からですね80周年という、こういう節目節目の時にですね、大きな事業を組んで、まあ、いただいて、市民に比較平和都市宣言をやっていると大事だということも含めて、広報に、まあ、努めていただきたいなというふうに思うんですが、その辺についてのちょっとお考え方をちょっとお聞かせ願いたいと。宮崎総務部長。議員お触れになりましたように、戦争を知らない世代というのがもう大多数を占める状態になっております。過去のその惨禍の記憶が、まあ、薄れつつある中にあるかなというふうに思っています。戦争の悲惨さやら平和の尊さを世代を超えて継承していくということは大変重要であるかなというふうに思っています。議員のお触れの通り、来年は比較平和都市宣言の35周年
を迎える年になります。そして令和7年度には戦後80周年の節目を迎えるということにもなります。こうした節目を捉えまして、改めてその市民の皆様に平和の理解を深めるような取り組み、これを通年にも増して拡大してやってみたいなということでございます、というふうに思ってございます。具体の取り組みについては今これだということはございませんが、何らかの形で比較宣言をしている都市だということを知ってもらうことも含めて検討してまいりたいというふうに思ってございます。以上でございます。川原誠彦さん。私一つちょっとご検討願いたいことがあるんですが、広島長崎の平和記念式典のですね、職員派遣、私も実際にですね、こういう社会的な運動に携わったのはこの広島へ行った時のインパクトが非常に強いです。あそこに被爆者の慰霊碑のところに書かれた安らかにお眠りください、過ちは繰り返しませぬかなという、こういう刻んでいますけれども、その場所に立ってその言葉を見て、その言葉を見て感じるところというのはやはり二度と広島長崎の、惨状ですね、繰り返してはならんと。これはやっぱり自分自身だけではなくて、また一国だけではなくて世界がの仕方が訪れるわけですので、世界の人々がそういう、誓いをですね、見聞きする、そういう場所であるというふうに思いますので、やっぱり役所の職員も平和の事業、そういったことを取り組みにあたってですね、そういった職員を育てるという意味からも、ぜひこの式典には参加していただけたらいいかなというふうにも思うんですけども、それに検討してもらえんかなと思うんです。いかがでしょうか。宮崎総務部長。市の職員においても平和の認識であるとか、その戦争の惨禍を、知らない、もう主力職員はみんな戦争を経験しておりませんので、当然そうでありますが、こういうことを認識を深めていくということになるということは大変重要な課題かなというふうに思ってございます。式典の職員派遣まではちょっと私この場でやるというところまではご答弁申し上げませんが、本市もですね、平和首長会議、これ広島市が主張してなっている全国組織であります。そういうところに加盟させていただいておりますし、そういったからの情報なんかも含めてですね、職員広く、その核の悲惨さであるとか、そういうことを勉強するような機会を作ってみたいというふうに思ってございます。以上でございます。川原誠彦さん。先ほど平和首長会議と言われました。私も見てみますと、例えば3団体一応あるんですけれども、日本非核宣言自治体協議会というのは全国レベルの組織とですよがあります。でこれは事務局長崎ですけれども、343自治体が加盟していると、こう記録したんですけれども、これの趣旨というのは、宣言自治体が互いに手を結んで、そしてこの地球上から核兵器のが姿を消す日まで、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を世界の自治体に呼びかけるという、こういう趣旨で、この日本の非核宣言自治体協議会というのも結成されたようでございます。で今一つはこの、平和首長会議ですね。これについてはまさにこの世界的な組織で、広がったる組織でありまして、現在事務局が広島市にありまして、世界165カ国8051の都市それが加盟しているように記録をされております。だから今一つはですね、世界連邦宣言の自治体全国協議会、これも同じような世界平和に続けての活動をしています。
これは世界連邦を目指すわけですけれども、世界連邦というのが実現するとですね、国際紛争は連邦政府によって直接募集された世界連邦警察、これがまあ世界の安全保障責任を持つと、そういうために軍備の軍備全廃、またはこの縮小がされていくという、まあ、こういうものを多く目指しているんですけれども、まあ、これは非常にもう膨大なこの思想のもとにやられているなと思うんですけれども、これでも、53自治体が加盟を、されてますし、日本でですよ、されてますし、また世界連邦に、宣言をした自治体が248あると、まあ、こういうあります。この3団体あります。でこういうこの、まあ、全国自治体が加盟している利用し加盟ができる団体が3団体あるんじゃないかというふうに思うんですけれども、これの3団体への宮津市の立ち位置といいますか、加盟している加盟してない、宣言した宣言してない、こういった点についてですね、どういう立ち位置におられるのかちょっとお聞かせ願いたいと思います。宮崎総務部長。立ち位置といいますが、今の状況ということでございますが、世界平和首長会議、これには加盟をしております。これは国内でも、1736加盟されています、ね、ほぼほぼの自体が加盟をされているということであろうかなというふうに思っています。それから世界連邦宣言自治体全国協議会でございますが、ここにはただいまは加盟をしていないということでございます。宣言自体はしておりますが加盟はしていないということであります。国内で見ますと53ということで、加盟している団体の中でも5分の1ぐらいが入っていらっしゃる組織になるのかなということでございます。それから日本非核宣言自治体協議会でございます。これも非核宣言自治体は全国で1650あるという中で342ので組織をされているということであります。そこには宮津市は加盟をしていないということでございます。ちょっとそれぞれ協議会の活動内容をしっかり確認をさせていただいて、改めて研究をさせていただきたいなというふうに思っていますが、今の状況としては閉会首長会議の方にのみ加盟をさせていただいているということであります。以上でございます。川原誠子さん。分かりました。ぜひ、お互いにこの お互いに自治体が意見交換しながら情報交換もしながら、やっぱり一緒になって進めていくんだという姿勢というのはやっぱり貫いてほしいと思いますし、まあ、そういうためにはやっぱり今山下の3団体、との関係についてはよろしくまた検討していただきたいと思います。でここでですね、今さっき言いましたその世界連邦宣言自治体、私もこれこの質問を考えてですね、宮津市はこの世界連邦宣言をしてるんだと、今もご回答にありましたように、これはいついかどんな形の宣言なのかちょっと述べて教えていただきたいと思います。宮崎総務部長。世界連邦平和宣言、ごめんなさい、世界連邦平和都市宣言でございます。これは議会提出で議会で決議をされたというふうにお聞きをしております。決議文でございますが、読み上げさせていただきます。戦争防止し地上に原水爆の恐れのない恒久平和を実現することは今や全人類の悲願である。宮津市は日本国憲法を貫く平和精神にのっとり世界連邦建設の趣旨に賛同し、全世界の人々とともに人類永遠の平和確立のために努力することを宣言をするということでございまして、昭和46年3月29日に議会で可決、賛成多数で可決をされているというふうに承知をしております。川原誠子さん。この宣言につきましてもですね、
らせるという、全く私をまあこの質問するにちょっと勉強しとって初めて知ったことですので、おそらく知っている方は少ないんじゃないかなというふうにも思います。ぜひ一緒に含めてですね、広報、そしてしかもこの綾部市がなんか事務局ということでありますので、ぜひこれについても知らせていただきたいなというふうに思います。それから12時か、平和のこの取り組み、まあこういう取り組みというのはほんまにこれで良いというものではありませんので、先ほどまあご答弁もいただきながら、まあ、検討する課題も与えながら進ませていただきましたので、ぜひこれは回答いただいたように、積極的に平和に向けて取り組んでいただきたいと思います。それから今市長にちょっとお伺いをしたいんですけれども、この2021年の1月にですね、核兵器禁止条約が国連の中でですね、条例化されました。これについてですね、まあ、いろんな考え方もあるかと思うんですけれども、宮津市民がこの平和都市宣言で言われているその趣旨、核兵器を廃絶してそして恒久平和を勝ち取るという目指すと、そういうことから一体そのこの条約についてですね、率直にこの市長の方からですね、考え方についてですね、どう考えるかということをお聞かせ願いたいなというふうに思います。木崎市長。はい、お答えをいたします。唯一の戦争被爆国といたしまして、まあ、こうした悲劇を、まあ、二度と繰り返さないよう、まあ、戦争のない国際社会、そして、まあ、核のない平和な国際社会の実現に向けた取り組みが進んでいくことを期待をするものでございます。以上でございます。河原聖子さん。まあ、期待するとか、そのなんか一言のような感じも見受けられるんですけれども、そうじゃなくて、市民、この非核平和都市であるということを宣言して、今後もこれからも、それからもですね、歩みを続けてきた、核軍縮、核兵器廃絶、そして恒久平和。いうこの趣旨から言うとですね、まあ、何がその市長個人自分自身の考え方として、の言葉でですね、発信してほしいなというふうには思うんですが、いかがな思うんでしょうか。木崎市長。はい、私の思いといたしましてですね、先ほど申しましたように戦争のない国際社会、そして、まあ、核のない平和な国際社会、そうした社会の実現に向けた取り組みを今後とも取り組みがですね、進んでいくということを私自身もしっかりと一個人としてもしっかり進めていきたいというふうに思いますし、そうした実現に向けて取り組みが進むことを期待をしているというところでございます。以上でございます。河原聖子さん。まあ、かかったことにしておきます。まあ、いずれにしてもですね、今こう、国際的な動きといたしまして、まあ、国が言うんではなくて、まあ民間団体が主力になってですね、世界を動かすと、そういうこと、そういう流れができてますし、先ほどの新聞なんか読みますと、先進7カ国でですね、ドイツ、
がドイツ連邦新しい政権がですね、この締約国会議に参加するというような動きも出ていますし、全世界的な流れとしてはその核兵器禁止、これは罪であるということで動きがあります。なかなかこれまで75年かかってもうできなかった世界のですね、条例であります。日本もですね、唯一のこの被爆国として、この積極的に関わっていく行くべきではないかというふうに私は思っております。そういう意味で、市長も一緒になってですね、核兵器廃絶、恒久平和のために、今後もですね、宮津市の行政も使っていただきたいと思いますし、そういった事業も 市行政といたしましてもですね、そういう、さらに積極的な取り組みをお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。